ニューモデルの登場に伴い、インプレッサ WR カーは2001年にフルチェンジを果たした。長く用いた2ドアボディと決別し、4ドアボディを身にまとったのだ。ボディ剛性を不安視する声もあったが、新型のボディは強く、重量増なしで前年以上のボディ剛性を実現していた。空力面の進化も著しく、丸型ヘッドランプはインプレッサの新時代をアピールした。一方、基本コンポーネンツは信頼性を重視して先代モデルから多くを継承。結果、この年のインプレッサは第10戦ニュージーランドでリチャード・バーンズに初優勝をもたらしたのである。翌年、第3戦のツール・ド・コルスに登場した2002年版インプレッサは、常用域でのトルクを向上させ、軽量化と高剛性化が図られていた。ドライバーにトミ・マキネンを迎え、ソルベルグとの2大体制でタイトル獲得を目指したが、実現には至らなかった。必勝を期したスバルはフロントマスクを完全に変更する。これは空力特性の向上が狙いだったが、リアウィングの形状も改良された。この2003年型 WR カーは以前にも増して中低速のトルクが太くなり、立ち上がり時のピックアップも向上していた。こうしてインプレッサは息を吹き返す。ソルベルグはシリーズ14戦中4勝を記録、念願のドライバーズ選手権のチャンピオンを獲得したのである。一方、過去4度の世界チャンピオンとなったマキネンは、このシーズンを最後に17年間の現役生活を終えることを決意。2003年型インプレッサ WR カーは彼の最後を飾る記念すべきマシンとなったのだ。